一度きりの人生、いろんな出会いご縁がありますけど、その中から選ぶって言ったらあれかな、でも誰を選んでどういうふうにお付き合いしていくかによってその人生が大きく変わると思うんですよね。あ、すいません、ネットでポチりたいです。誰を選んで付き合っていくかで大きく変わるものといえば、そう、あの財布もそうだと思いません？ということで、今回はね、ちょっとご縁があってこちらの財布をご紹介させていただきたいと思います。洋服が好きなんで、ずっとファッションブランドの財布中心に使ってたんですよ。で、最近だと2年ぐらい前かな、 YouTube ライブをしながらみんなと一緒に選んだこのマルジェラの長財布をしばらく使ってて、今時長財布かよって思うんだけど、こうご覧いただければ分かるようにパンパンに膨らんでるでしょ。なんで膨らんでるかというと領収書なの。さすがにキャッシュレスの時代これじゃやばいっつんで、去年ぐらいかな、これも動画の中で紹介したけども、キャッシュレスに自分の生活をこうなんかスライドしていくために、まずは財布を変えてみようということで、結局買ったのがまたマルジェラで、キーホルダーがついたカードケース、まあカードケースなんで、もちろんクレジットカードを入れて、交通系の IC カードとか入れて、ちょっと心配なんで現金をね、ちょっとだけ忍び込まそうっていう時に、もう無理やりカード入れるとこなのかな、なんかこの隙間に無理やり押し込んで取り出す時に、まあすごい苦労したりとか、やっぱりこれとこれの中間というか、ちゃんとしたミニ財布が欲しいんだな、なきゃいけないんだななんて思ってた時に、そんな時まさにお声をかけていただいたのがイル・クリテリオ、新進気鋭のっていうか割と最近できた日本のレザークリエーションブランドです。なんとなくスマホと同じような感覚で扱えるサイズ感で、話を伺ったところ、エレガンス&ファンクションっていうのがコンセプトで、インスタ見る限りなんかね、ちょっとファッションより、今までこういうファッションブランドの財布使ってた私はすごいすんなり入りやすいっていうか、またマルジェラである必要はないじゃん。こういうレザーブランドっていうか、かなり財布、ミニ財布に力を入れてるとこらしいんですけど、こういったブランドと、まあ、好きなあのファッションブランドを組み合わせて使うのがなんか自分っぽいのかなとか思ったりとかするんですけど、この中から私がこれから真剣にお付き合いしていく財布、私の人生を変えてくれるかもしれない財布を選ぼうと思うんで、ちょっと私の本当のリアルな実感とともにお伝えしたいんですけれども、まずはイル・クリテリオの一番最初に出たアイテム、フィットミニ、イタリア北部のトップタンナーによるレザーを使用ということで、丁寧な製法で薄作りが魅力っていうんだけど、今まで財布ね、あ、マルジェラだとか四つタグがあるとかね、やっぱマルジェラだったら白かなとか思って、まあ、自分なりにこだわって選んでたつもりだけど、こうやってやっぱね、企業さんからコラボのお話をいただくと、じっくり見るじゃないですか。じっくり見て、じっくり撮影するじゃないですか。で、今回も撮影してみて、ほんとこの作り込みの丁寧さっていうか、適当なこと言えないから調べながら言いますけど、コバ磨きって書いてある。コバってこの断裁面、この端っこのことでしょ。手作業で何度も何度も塗り重ねることで、重厚で奥ゆかしい艶を感じるコバを仕上げています。このシュリンクレザー、この脂肪感のあるというか、もちろんね、こうファッション的な、まあ、見た目の良さもあるけども、傷とか汚れが目立ちにくいっていう、まあ、利点もあるそうで、見てこれ、これ開いた時かっこよくない？このスムースレザーとこのシュリンクレザーのコントラストも結構考えられてるっていうか、で今回は実は私お願いしてグリーンを取り寄せたんだけども、このグリーン以外にも結構カラーバリエーションが豊富で、好みの色を選べるのもこのイル・クリテリオの特徴だそうです。で、特徴といえば忘れてた、ごめん、これ忘れたら怒られる。こちらはね、マグセーフ対応。私が使ってるスマホが iPhone 13 のミニなんですよ。ミニサイズのスマホに合うかなーなんて思って心配してたんだけど、よーく見ると若干、ちょっとだけはみ出してるかもしれないけど、これ実際使うのに支障がない気がする。カードを入れれるとこがここ、こっちにも入れれるか。で、お札をこっちに入れるんですね。で、これがね、このフィットミニのいいところは、小銭入れもついてる。お札がね、このフィットミニは、2つ折りか3つ折りにして入れるんだって。カードは、ここに2枚、あとこの裏にも2枚入るということなんですが、あ、そうだ、そうだ、あ、そうだ、ちょっと私の場合、そう、大事なのが領収書ね。領収書ってサイズが、
大小いろいろあるから、お札よりもはみ出す時があって、でもあれか、こうはみ出す時にはこっち側のカード入れの裏側、この隙間のところにこうね、領収書入れちゃったりとか、入れちゃったりとかすると、やっぱさすが財布だけあって、当たり前だけど、お金と領収書の収納力が高いのと、やっぱ嬉しいの、この小銭入れ。そんなにでかくはないかもしれないけど、こういう小銭入れのスペースがあれば結構入るんじゃない？結構思ったより入る。え？こんなごめん、ちょっと嘘っぽく聞こえるかもしれない、ちょっと嘘っぽく聞こえるようにはしない方がいいんで冷静に言いますけど、こんなに入る。で、これがマグセーフ、マグセーフになるということで、これとこれか、私の場合で言えば携帯以外何も入んねえんじゃねえかって世の中で言われているような、こういう小さいカバン一つで、こういう小さいカバンに両方入れちゃえば、はい、これでいいです。これでいいわ。やば、これだけで時間かかっちゃったで、こればっかりやってらんないんだ。こちらがフィットフォールド。フィットフォールドは私黒を取り寄せさせていただいてお借りしてますけど、はい、このようにこちらもカラーバリエーション結構豊富でございます。で、こちらもマグセーフになってるので、スマホにこうビタッと、まあ、くっつくんだけど、今中身何も入ってないからかもしれないけど、結構ここ余裕があるふかふかな感じがするので、とりあえず中身詰めてみようか、中身入れてみようか。こっちはね、お札畳まないで伸ばした状態で入れられます。まだまだ入る。あ、こっちはカード結構ゆるっと入るな。領収書大量発生の私なんかは絶対こっちの方がいいのかな。領収書ガンガン入るんだけど、領収書入りまくり、お金持ちと思いきや領収書持ちで、もうさっきも言いましたけど、でっかい領収書でお札からはみ出したりとかするやつあるんだけど、あ、なるほど、このペローンってこのペローンってめくれる部分がちょっとこう押さえになってる。安心、領収書、大事な領収書をどっかにこう落としてね、歩いたりとかしなくて済みそう。で、これを折り曲げて、はい、こんな感じ。収納力で言えばこっちだね。ただコインか、コインケースがついてないから、まあここなんだよね、その付き合う財布によって人生が変わってくっていうのは。だからコインケースがついている財布とお付き合いしていくと、まあコインがあったらあったで入るからいいかみたいな。で、コインケースがないのない方の財布とお付き合いしていくと、コインを使わないような生活にちょっと自分から寄っていこうとするよね。だから本当にね、財布何を選ぶかによって、もうこの本当にね、長財布をメインで使ってた時と、こっちあのこのカードだけど、カード入れだけどさ、こんなので暮らしてた時で、本当にやっぱちょっとライフスタイル変わったから、それを考えるとこっちを選ぶかこっちを選ぶかで結構ライフスタイル変わりそうで、そんなことも思いつつ、これもそう、はい、こうくっつきます。で、あれこれ中が結構充実してパンパンになってきたら、そんなに違和感なくなってきた。さっきのふわふわ感もないわ。ちなみにマグセーフってスマホじゃなくてもさ、パッと貼っといて出かけるときにパッと剥がして持っていけるみたいなのも実は便利だったりするんじゃないかなと思ってます。というわけで、まずはフィットミニとフィットフォールド、マグセーフ対応のこちらの2つをご覧いただきましたが、この次に発売されたやつがこちらです。プリモという、これシリーズでこれから展開するのかな、このプリモのビルウォレットっていうで、メイドインイタリーって書いてあるね。これはさらにいろいろ製法をこだわって作った財布のようです。あーなるほど、これ言っていいのか分かんないけど、はっきりは言えないんでしょうけど、まあ、イタリアの高級ブランドと同じ生産環境で生産されているっていう、まあだよね、薄いわ。アンティークななめし方を厳格に守り、木の樽で植物タンニンなめしにこだわって生産を行っていますと。使用する植物タンニンにもこだわり、完成したレザー製品になった後も生き続け価値を作り、あ、まあいろいろこだわってるので経年変化がより楽しめるっていうことだと思います。ヌメ革っていうとこういう黒とかあと茶色とかのイメージが強いけど、他にもねカラフルなバリエーションも展開があって、どれも顔料を使用し発色の綺麗さを追求しているそうです。そして何が入るかっつうと、ここに
カードか。最初のうちはきつめだけど、使っていくともうちょっと、スッと入るようになるのかな。で、お札。これはいっぱい入りそうじゃない？いっぱい入りそう。で、じゃあまだまだお金入るよ。まだまだお金入る。お金ください。お金ください。あった。しーちゃんのへそくりありました。しーちゃんのへそくりも入る。なるほど。もちろん領収書も入るけど、でかい領収書はこのスナップボタンのところにちょっとかかるかもしれないんで、まあ、でかいやつは折っとけばいいか。折って入れときゃ何の問題もないんですけど。で、なんだかんだ入れてパチンと止めて、はい、こんな感じでございます。これはマグセーフには対応していないんだけど、逆に今までのやつよりもね、ちっちゃいんで、スマホと一緒に持ち歩く、片方のポケットにスマホと一緒に入る。私の場合は iPhone13mini だからかな。ちょっとでかいスマホの人は無理でしょうけど、まあパンツにもよるけどね。で、まあどれを選んでも、まあ今ご覧いただいたように、このね、細部まで作り込みがしっかりされていて、で、その割にね、ラグジュアリーブランドの財布を買うよりも手に取りやすい価格帯、そしてラグジュアリーブランドと同じぐらいというか、それ以上の機能性みたいなところで、この中から私がこれから人生を共にする財布を選ぶわけですが、どれがいい？しーちゃんに選んでもらうか。しーちゃんに選んでもらうってわけにはいかないんですよ。自分のことなので真剣に考えてみたいと思います。真剣に考えた結果決まりました。これ一番最初にご紹介したフィットミニ、こちらをこれからの人生のお供にしたいと思います。まず、まあ、マグセーフ対応っていうのが、まあ、なんとなくやっぱり安心感があったっていうか、お得感があったっていうこともあるんだけど、それよりも小銭だね。小銭入れがあるっていうのが一つ安心でしょ。あと、まあ、領収書で悩んだんだけど、これ領収書はもう溜め込まない人生にしたいと思います。イルクリテリオの公式サイトの URL を概要欄にリンク貼っときますんで、そちらの方でカラーバリエーションとかもよく見ていただいて、ご検討いただければなぁなんて思うんですけれども、いや本当に人生は選択の連続、決断の連続じゃないですか。だから私はこれ選んだのと、しーちゃんを選んだしーちゃんに選んでもらったのか、ありがとう、選んでくれて。 Hit it! Oh, I do!